皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。えっ、ー、と、4年前ですね、僕がセルフイメージという言葉と出会ったのは4年前になります。まだ会社員の時だったんですけども、まあ本読んでですね、あ思考は現実化するとか、まあシークレットの中でセルフイメージみたいな言葉が,言葉があって、まあそこでえ知ったわけです。セルフイメージを書き換えるだとか、セルフイメージを上げるだとか、 まあいろいろですね、ワークで、ワーク形式のようなものをやったりしていたんですけども、どうもですねうまくこうセルフイメージを上げられなかったりとか、セルフイメージを書き換えられなかったりとか、結構ですね、ん、なんか難しいなっていう、セルフイメージをどう扱っていいのか、難しいなって、もう3年ぐらい悩んでました。でですね最近にになってえー本当にその 潜在意識マスターみたいな女性がですね30後半の女性がいるんですけどもその方にメンターになってもらってお金を払ってですねその方にちょっとこう教えてもらってるっていうことをやってるんですけどもその中でですねようやくセルフイメージとの付き合いセルフイメージの扱い方っていうのが分かったのでそこでですね皆様にシェアを していいいきたいと思います、えー、そもそもセルフイメージとは何かっていうことなんですけどもセルフイメージとは自分が自分をどう思っているかということですね、えー、例えば今ですねあなた年収いくらですかって質問された時にまああなたの心の中で何万円とかって出てくると思うんですでその何万円です っていうのがもう私は毎月何万円お給料を取れる人間だっていうセルフイメージなわけですよね例えばどこに住んでますかって質問した時に、えー、例えば新宿に住んでますっていう人とあと東京に住んでますっていう人と日本に住んでますっていう人とはまれですけど地球に住んでますっていう人がいるんですよね例えばあなたの職業何ですか で聞かれた時にあなたの心の中でいろいろとですねこう、えー、と弁護士であるっていう人もいますよね営業ですっていう人がいますね私の職業は営業ですそういうのがセルフイメージっていうことですねまあ他にもですね、えー、感情的な面で私はネガティブな感情ああネガティブな人間だとか私は就活に、えー、いつまでも通らないとか あ運動神経が悪い人間だとかあとはよく風邪をひきやすいですとかまあいろいろですねこう、まあ、ポジティブだったりニュートラルだったり大体、まあ、いいネガティブな面でですね、えー、自分が自分のことをどう思ってるかっていうのがありますねでそのセルフイメージ通りに現実はなっているっていうことなんですよ なのでよくですねあのセルフイメージを書き換えることで、えー、自分が変わっていきますよっていう本がもういっぱいありますねでその中でセルフイメージを変える方法としては目標を達成した自分に設定してでその自分で今もあり現在もありつあ,あり続けるみたいなそういう、まあ、手法がありますね であとは、うん、セルフイメージ、自分は何々だ、自分は何々だっていうのをこうリストアップしていって、その右に、まあ、矢印を引いて、ですね、えー、例えば、自分の年収は500万だ、年収500万円だっていうのをちょっと右線引いて、年収200万円だっていうふうに書いて、それをこうひたすらアファーメーションしていったりですとか、まあ、そういった方法があ本やですとか、まあ、セミナーなんかでは言われていることだと思います。 で僕それ一通り全部やりました、えー、セルフイメージに関して書き換えたりですとかセルフイメージを上げたりとか、まあ、そういったこと上げるその瞑想をやったりとかしてたんですけどやっぱりどうしてもですあの最初はいいんですよ最初の方はそ,のそれを続けて例えば23ヶ月経った時っていうのはやっぱり結果はついてくるもんなんですけどもやっぱりですねそれをもう、えー、と本当の本当に習慣もうなんか 息を吸うような感じでそセルフイメージを持つってか変えるっていうことはやっぱ相当難しいなというかやっぱりこう他にいろんな情報が入ってくるわけなんでそっちの方にこうあの意識がいっちゃうとすぐにセルフイメージが元に戻っちゃうんですよねなのでん難しいな難しいなっていうふうに思ってましたはいで、えーまあ、その、まあ、先ほどの話に戻りますけど 僕のメン今の今メンターですねあの本当に潜在意識をマスターしていて、えー、韓国行きたいなーって思った瞬間に、うん、旦那さん喧嘩していた旦那さんから仲直りの印として韓国旅行をプレゼントされたりとかそんな感じでです、ね、もうあの引き寄せをマスター完全にマスターしている女性がいるんですけども僕のメンターで、まあ、その人から。 あのセルフイメージはどう扱ってるんですかって僕聞いたんですよ。そしたらですね、えー、その人は、うん、何か問題があった時にその理想の自分ってかもう最強の自分だったらこの問題をどう解決するかなっていうのを考えるだけだよっていうふうに言ってたんですよ。まあつまり、えー、とどういうことかっていうと、えー 常にセルフイメージをもう自分はこうだ自分はその今ある自分じゃなくて理想の自分っていうのをあのずっとずっとあの僕は年収2000万だ僕は年収2000万だっていう風に考えて現実を見てこう惨めになるんじゃなくてなんか問題が起きてちょっとこうへこんじゃった時お客さんからこうクレームを言われてしまった時に もう自分が想像している最強の自分だったらどう対応するかなっていうのを考えてそれをやるっていうのがと言ってましたなので、えー、と楽しい時だ普段ですね普段楽しい時だったりとか何かこう集中している時だったりうーこうリラックスしている時っていうのは自分のこう高いセルフイメージっていうのは想像しないようにしてるそうなんですじゃなくて えーとあで、えー、その代わりになんかこう落ちちゃ気持ちが落ちちゃった時ですとかこうなんかネガティブな現象が起きた時にそのネガティブな現象を最強の自分はどう対応するのかなっていうふうにそ,のそれだけ考えるっていうようなことを言ってました僕もですねああそうなんだと思って僕もやってみました 僕が担当させていただいていたそのコンサル生さん、まあビジネスまあ、僕の今やっているビジネスをこう教えるっていうことをやってるんですけど、うそこのコンサル生さんがです、ねまあ、ある事情でやめますというふうに僕に言ってきたんですね、でその方はあの稼げているわけではなかったので、しかももうそろそろでか稼げる、まあ、花が咲くっていうような、そんな状況だったんですよ。で えーものすごい行動力もあって素直だったし礼儀も正しかったので僕としてもこうぜ何としても結果を出させてあげたいっていうでそろそろ結果が出るんでえ楽しみにしてたんですけどもまあその一歩手前でですねえや,めやめますというふうに僕に言ってきましたで相当へこんだんですけど僕の中でえ結果を出せてあげられなかった申し訳なさとお金をいただいていたので収入源が途絶えてしまうというので僕ちょっとこうへこんでたんですよ でもそのメンターから教えてもらったようにそういうネガティブコンサル生さんが辞めてしまうネガティブになった時にその理想の自分、えー、バリバリもうコンサル生さんがもう50人ぐらいいて、えー、その人たちがもう全員しっかり稼いでいてしっかり独立していてで、えー、その人たちといろんなあの旅行行ったりとかあの仕事したりしている自分だったらどうするかと。 いうことを考えたんですねそしたらもういっぱいコン,あのコンサル生さんもいるしうー、まあ、その人のその人はその人の事情もコンサル生さんの事情も事情もあるだろうというふうにちゃんと理解理良き理解者になれますしまあ,あのそういった感じでですね、えー、じゃあ分かりましたさよならって普通に言ったんですよもうさらーっと言ったんですねでそしたら、まあ、こともなく、まあ、普通にあのさよならっていう、まあ、コンサル生さんがあの まあ、バイバイしたんですけどその後ですね全く別の方からあのコンサルの申し込みがあったんですよ不思議だなと思ってはいあのそのコンサル生さんとあの去っていったコンサル生さんとあの申し込みを頂い,いたコンサル生さんっていうのはあんまり関係はないというかもう全然別人なんですけどあの全く知り合いではないんですけども あのそういうですねあのなんか不思議な現象っていうのがやっぱり起きたということなんですねなので、えー、と例えばそのさ,さってコンサル生イさんに対して僕が「いやでももうちょっと頑張りましょうよ」とか言って「えー、なん何で辞めちゃうんですか?」とか言って「あのー、いやここでやめるなんて負け犬ですよ」みたいなまあ今の自分だったら多分そう言ってたんですよなんかちょっともがいてるというかあの素直に受け入れられ受け入れられずにちょっとこう いやもう1ヶ月とかもう2ヶ月頑張っていましょうよみたいな言って相手がなんかこういやいや継続しちゃうみたいなでそれを教えてる間にもまあ結局忙しくなっ,なっちゃうわけなんでそのコンサルセイさんが申し込みしてくる隙を与えなかったりですとかまあそういったことになってたと思うんですけどもやっぱりあの理想の自分だったらどう対処するかなっていうことで相手を理解してえーもう スムーズにまあことうんお互い円満にうースッと離れるっていうことをやったんですねそしたらまあ余裕気持ち的な余裕もできましたしそのおかげでコンサルの申し込みが入ったわけなんですよはいなので、まあ、今後もですね、えー、とセルフイメージっていうことを考える時っていうのは何かネガティブなことが起きて 起きたりですとか、ちょっとチャレンジングな、まあ、決断をしなきゃいけない時ですとかそういった時に自分の理想のセルフイメージさんをこうちょっと引き出してきてでその理想のセルフイメージさんだったらどう対処するかなどう決断するかなっていうのを考えると。 いいうことを、まあ、今後やってみてみください、はい、僕はですねもうこれでセルフイメージさんとの付き合い方セルフイメージさんの扱い方っていうのはもうバシッと決まりましたので、はい、もう腑に落ちたので、えー、それでもしですねピンあなたがピンときたのでしたらやってみてください、あのー、相当ですね今,、まあ、今まではやっぱセルフイメージ高く持って、えー、こうなんか自分のセルフイメージはこうだ 年収2000万だ、港区在住だ、タワーマンション住んでるんだって言ってパッと目開けると全然そうじゃないわけですよ。<laughs> なのでその現実に、いや、全然、今と全然違うじゃん、なれないんじゃねえのとかっていうふうに、やっぱ自己嫌悪になっちゃうんですけど、まあ、今みたいなですね、あのー、なんかネガティブな,なことが起きたときに、自分の最高の、最強の自分だったらどう対処するかな、どう決断するかなっていうのを考えるっていうのは、めちゃくちゃ楽なんですよ。あのー うん、楽ですねはいなのでちょっとやってみてくださいはい、まあ、かなりえすぐに効果実感できるんじゃないかなというふうに思いますのではいあのー、何か新しい発見ですとかもうちょっとここを知りたいですっていうのがありましたらあのー、動画欄あコメント欄にですね、えー、ぜひぜひ何でもコメントくださいはいということで今日も動画をご覧いただきありがとうございました